こんにちは、ケルス。今日サブチャンネル一発目のテーマは、外出して座ることが多いところに出かけるとき、スラックスは避けた方がいいと思いますか？どうだろうね。自由だとは思いますが、その辺は。まあ、ただ気持ちはすごくわかるんですよ。まあ、電車とかも座りたくないとか、まあ僕も思いますし、ただね、まあその外出が一人で済むのとか、まあ相手に迷惑をかけない範囲での、そういう洋服への、気配りというか、なんていうの、ケアというかね、であればいいと思うんですよ。まあ一人で出かけるときなんか別に何したっていいと思うし、そんなずっと電車で立ってようが、まあ飲食店でもこう、シワをこう、なんとか、なんていうの、つかないように座ろうが別に何でもいいと思うんだけど、まあ例えばそれが友達や同僚、何、家族、恋人とかと出かけるときに、まあ相手との時間なわけよね。うん、まあそういうのをぶち壊してしまうような、なんかずっとシワ気にしてるとか、まあなんか本来だったらもっと崩して楽しまなきゃいけない場所を、服のせいで楽しめないとか。まあなんかこう友達の家とかたまたま行くことになって、あぐらとか書かなきゃいけないけど、ちょっと俺無理だわって言ってずっと足伸ばしてるとか。まあそれがなんかこう認められる関係性であれば別にいいのかもしれないけど、なんかそういう空間とか時間をぶち壊してしまうくらいなのであれば、まあスラックスの例えば素材を考えてね、ちょっとこうポリとか入っててストレッチが効くようなものを選んでみたりとか、まあ今日はちょっとデニムでも出かけてみようかなとか、まあそういうようなこうバリエーションは自分の中で持っとくのも、まあ一ついいかもしれない。まあ TPO といえば TPO なんでしょうけど、まあ自分のスタイルの幅を増やすようなきっかけというかね、にもなると思うので、まあそういうような時には今日は俺はデニムでやってみようとか、まあスラックスだとしてもちょっとこう張り感のある強い素材でやってみようとか、まあストレッチが効いてたりとか、まあそういうちょっとなんていうの、自分のバリエーションですよね。まあそういうのを考えるきっかけにもなるので、まあ、わざわざ絶対避けなきゃいけないというふうには思わないし、ケアしたり気になるのはわかるんですよ。まあ、そのこだわりはすごいわかるの。それは別に消す必要ってないと思うんだけど、でもまあ、それが誰かとの時間とかってなってくると、ちょっと話は別かなっていうふうにも思いました。はい。次、自分が文化に、来年入学するんですが、文化に対してどんな印象をお持ちでしょうか？どんな印象？まあ、日本では一番だと思いますし、まあ、この方が文化で何をやるのかによって、僕の回答で多分だいぶ変わってきちゃうと思うんですけど、まあ、ただ問題としては、まあ、文化なのに、そんなに対して服好きな人が多くないっていう現状とか、ま、いろいろ抱えてるのかなっていうのは思います。これはま、日本全体のファッションのその衰退みたいなのが大きく影響してると思うし、まあ、そもそも文化の人たちが卒業後に何をしているかっていうのが、まあ、正直、普通の服好きから見ても多分わかんない。一般の人から見たら絶対わかんないし、まあ、そこそこ服好きな人でも、文化去年出た人で、どういうところに行ってるんだろうとかって、まあ、興味ある人もそもそもいないし、まあ、こうなんだろう、明確にそれがメディアに出ることもないし、じゃあそういう人たちがすぐ活躍するかって言ったら案外そうでもないっていう。まあ、デザイナーだとしても、めちゃくちゃ経験を積んで積んで、ようやく実は何年に文化卒みたいな人が出てきたりとか、まあ、例えばパターンナーとか裏の仕事になっちゃうと、まあ、多分そっちはほとんどだと思うんだけど、まあ、そういう人たちって、まあ、表に出てなかなか輝くことはないから、その業界とかね、そういうところにいれば、わかるのかもしれないけど、まあ、そのなんかこう、文化が出た人がどうなったみたいなのが、ちょっとこう、足らないというか、あんまりこう、文化に入ってっていう、その希望が抱けないというか、ところが一つ現状かなというふうに思うし、まあ、なんであんなに海外に行かないんだろうっていうのは一つ。なんで文化の人たちってせっかくデザイン、例えばファッションデザイナーになりたいってなった時に、なんで日本で学んでんだずっとっていうのは、ちょっと僕は思ったりする。まあ、今のデザイナーの人たちっていろんなところで経験を積んできたりとか、いろんなものを見たものをデザインに反映させてるわけだから、まあ日本だけにいて、まあ日本だけに対するブランドを作るんであれば一つ、まあそれはありなのかなと思うけど、それがちょっと例えば海外とかね、まあいろんなところに、まあ発信したいっていうふうに思ってるんであれば、なんか交換留学とかで、まあわかんないですけど、留学とかで、まあ例えばカナダとかニューヨークの比較的行きやすいような FIT とかさ、ああいうところようなところに行ってみるとか、まあ別に、まあそのアントワープでああいうところに行けっていうのは言わないですけど、まあもちろんお金もかからない全員ができたことではないですけど、まあファッションで、まあどこまで目指すのかにもよりますが、デザイナーとかでこう世界でこうどうのこうのっていうふうに思うんであれば、そういう世界での学ぶ経験というのは絶対必要だと思うし、まあ裏で輝くのであれば、まあなんかこう、もっとこう、文化を出たっていう、なんかその、なんかアピールみたいなのがもっともっとあってもいいんじゃないかな、なんていうのは思う。まああとは、まあその服好きな人がそこまでいないっていうのは、まあ問題かな、なんていうふうに思ったりする。はい。ファッション YouTuber 視聴者も含めて多分大体ダサい。まあね、どうだろうね。まあこの人がダサいと思ってるんであればしょうがないと思うし、ただ多分大体とかっていうこの言い回しがダサいけどね。まあこの、もう何、はっきり物を言えない感というか、まあ、多分、大体とかっていう、その、まあなんかこう、ちょっとこう弱いなというふうには思いますけど、まあ、
もう人を見てダサいと思う、おしゃれと思うっていうのはそれぞれ価値観なので、この方がダサいと思ってるんであれば、まあそれがそうなんじゃないのっていうふうに思うし、まあ視聴者も例えば、まあもう本当にゲンジさんとか MB さんみたいなのから、もう僕とか、例えばもっともしかしたらニッチなジャンルとかもあるかもしれないし、そういうファッション系 YouTuber を全員集めて登録者を合体させます。はい。多分、200何十万人みたいな規模になる。200万人ぐらいかな、全員集めたら。ぐらいな規模だと思うんだけど、まあそうなった時に、でも、もうゲンジさんと MB さんだけで多分100万人ぐらいなんでしょ？足すと。まあつまり、まあそれの 50% とか、まあ例えばあと他にもユニクロを やりまくってる人たちっていっぱいいるから、そうなってくると、じゃあ何、60%、70% は、そういうような初心者向けみたいなチャンネルの視聴者が占めるわけだから、まあ現状見るとダサいのはしょうがないんじゃないのっていうふうには思う。こっから伸びていくというか、まあ例えばまあ僕は例えばファッション好きになった時に一番何があったって言ったら、まあ雑誌もあったし、まあインスタもようやく出てきたかっていうぐらいの時だったから、まだまだ情報収集とか、なんかこうイケてる人を見るって本当に、まあファッションスナップとか、まあ雑誌も含めてね、スナップを見たりとかっていうのが、まだ自分の時はそれが全盛期だったのかなっていうふうにも思うから、まあ僕今20代半ばなんですけど、からまあそれより上の世代の人たちは、もっとお店が自分のファッションを学ぶ場所とか、本当にストリートに出るっていうことが、なんかこうファッションを学ぶ場所だったと思うんですけど、もう今の僕とかより、まあ5個年齢が下とか、まあ仮に10個ってなかなかいないのかもしれないけど、とかの人たちってさ、なんかこうもうインスタグラム、なんか YouTube みたいなのがもうファッションとの関連付けがすごいできてるような世の中に生まれて、自分が服好きになった時にもう僕らは例えばまあ僕の世代だとなんだろう、メンノンとか、まあチョキチョキはだいぶカジュアルでしたけど、まあチョキチョキとか前のがあって、チューンとかももうほぼほぼなくなってた時の、僕より世代が多分上の人たちはチューンとか読んでたと思うんですけど、とかの人たちってさ、まあああいうのでリアルなストリートを見てファッションを成長させてきたでしょ？僕もファッションスナップ .com とか、例えばドロップ東京とか、ああいうスナップを見てたし、まあ、シトーさんとかさ、あとはアダムとか、ああいうフォトグラファーの作品もいっぱい見てたんだけど、まあ、そういう世代。まあ、上の人はもっとこう、リアルにストリートな世代。で、下の人たちは、もう今その雑誌とか全てをすっ飛ばして、欲しい情報だけ YouTube や Instagram で手に入る時代だから、まあなんだろう、今 YouTube を見てる人たちっていうのは、まあ、あくまでスタートラインに立ってるような人たちが多くて、そのもう、僕らとファッションを覚えていく過程が違うというか、なのかなっていうふうに思うから、まあ大体ダサいっていうのは、まあ概ね間違ってはないんじゃないかな。ただ、こっから伸びていく、こっから化けていく世代なんじゃないかなっていうふうには思う。はい。次、一世三宅やギャルソンや幼児と比べて人気がないように感じるのはなぜか。まあこれは宗教性かなと思いますね。あ、やっぱギャルソン幼児っていうのは宗教性、まあ独創性とも言いますけど、そのブランドが出す味みたいなのが、まあすげえくどいというか、重たい料理がずっと出てくるコース料理みたいなぐらいなのよ。ギャルソンとか幼児って永遠にネタがつきず、永遠にヘビー級なことをやってくる。でも一世って確かにあのギミックの効いたことをやるシーズンもあったりしますけど、まあ割とプリーツ、まああとは独特な染め、あとは絞りとか、まあこういうのが出てくるんですけど、ギャルソンや幼児ほど濃いかって言われるとなんかそうではない。ちょっとクリーンなんだよね。だから、まあ、そこでのファンの獲得した、そのファンを獲得したその層がちょっと違うというか、まあ、だから別に一世って全身で揃えなきゃいけないっていうほどの宗教性ってそんなないじゃん。でも、ギャルソン幼児って、まあ、結構あるでしょ？幼児はやっぱ幼児で。ギャルソンはやっぱりギャルソンでってなんかあるじゃん。まあ、例えば、まあ、リックとかもそうだと思うし、そういうブランドってあると思うんだけど、一世はそこまでではないんだよね。だからこそ人気がないように感じるっていうのは、これはまあそういうところかなっていうふうには思えば、全身で着てたりとか、もう一世だこの人みたいな人ってそんなないじゃん。まあプリーツのね、あれはセットアップよくいるけど、まああれしかないというか、まあその他にそこそこそんなに幅がないから、まあこれが原因かなっていうのは、ただまあ人気は実際ありますよ。結構ギャルソンも幼児もそうですけど、結構おばあちゃんとかでも一世好きな人とかいるし、一世って結構ラインがたくさんあるので、まあ割と売れてる。まあでも最近は売れてないか。売れてないね。まあ人気はあるけど売れてないみたいなところが現状かなというふうに思います。はい、次。グッチやヴィトンのようなハイブランドが BTS の衣装提供することについてどう思いますか？まあこの前もブラックピンクもそんな似たような質問が来てましたけど、まあ逆に皆さんがさ、グッチやヴィトンを例えばディレクションしてるような、もうディレクターだという立場だとしてさ、
BTS という存在を見たときに使いたいと思わないですか？どうですか？例えば、まあ、BTS の誰々かとかっていうのはわかんないですけど、グッチのロゴの T シャツとかシャツとか、じゃあ例えばちょっとなんか BTS ってこうよくなんかこうセブンティーズエイティーズみたいなファッションしたりするじゃないですか、なんかイメージですけど、フレアとかベロアとかさ、まあじゃあグッチのあのベロアのジャケット着せちゃおうとかってなんとなくちょっと思わない？なんかブランドに恩恵がありそうじゃん、あれだけの影響力があったら。あで若い人も取り込めるし、でグッチやヴィトンって今若い子を狙ってビジネスをしてるんだから、お互いが一致してるわけだよね。で BTS ってもうとてつもない影響力を持ってるわけだから、もうもはやまあちょっと路線は違うけど、カニエとかああいう何トラビスとかほぼ同等ぐらいの影響力を持ってるわけよ。もちろん届く先は違うよ。あの彼らの方がそのカニエとかの方がファッション感度の高い人たちに届くのは確かだけど、まあ、BTS って言ってしまえば、まあ、グッチとかヴィトンにあんまり興味ないような人たちにも届いてしまうわけで、結果そういう人たちが頑張って買おうとか同じの着たいって思ってそれが売り上げにつながるわけだから、まあ、みんな使いたくなるよね。まあ、その結果じゃないかなというふうに。だからブラックピンクの時もそうだけど、僕らはその日本と韓国という関係だから、K-POP とか韓国ファッションに対して、ちょっと、ん？と思ったりする人もいるのは、まあ、個人的にもわかるんだけど、でも、例えばヨーロッパとかアメリカから見たら、アジアから出てきたそのポップな、そのアイドルが、すげえって言ったら別に韓国だろうが日本だろうが別に関係ないんだよね、そんなに。だから、そのもう、もはや本当に知名度とか影響力だけで判断されて、今そのブラックピンクとか BTS の方が優れてるっていうのが、まあ明らかな現状だと思う。しかも、ファッションを絡めて、そのブランディングしてるというかね、彼らがまあ、事務所だったりとか韓国のその音楽の、なんていうの、その流れというか、まあ構図というかね、それが上手いんだと思うんですけど、BTS はまあ、ビートン、まあまあ、グッチもそうですね。で、まあ、ブラックピンクはそれぞれ、まあ、素晴らしいブランドと仕事をしてる。まあ、日本でそういう人たちっていないじゃん。だから、まあ、それが結局差なのかなというふうにも思うし、まあ、当然の流れかなっていうふうには思いますね。だって、これが、なんていうの、超セレブリティ。確かに、まあ、映画に出るようなね、すごい女優とかさ、まあ、例えばそういうトラビスとか、エイサープロッキーとか、ああいうような、もうちょっとにわかだから、その辺しか知らないけど、しか、やらなかったら、いつも層が一緒じゃん、届くような。でも、BTS とかって、とてつもないような層に届いてしまうわけだから、まあ、それは使うよねっていうのは思う。はい。次。今日最後から、ストリートスナップの人たち大体ダサい。まあね、わかんない。これはもうダサいと感じるのはこの人のそれぞれだから、この人のそれぞれとかしてけど、この人のその感性だから、もうそれは僕は否定することはしないですけど、一つ思うのは、うん、僕ね、日本はね、スナップっての捉え方がおかしいと思うんだよね。なんていうの？インスタグラムの投稿みたいになってるじゃん。全身ブランドのタグとか紹介して、ポーズ決めて1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、顔アップ、みたいな、スナップってちげえだろって思うんですよ、僕、本当のスナップって、そのストリートの、その人がいる、なんかこう、空気感を持ってくるというか、まあ、こんな写真を知らない僕が語るのもおかしいと思うんだけど、まあ、僕ただスナップめちゃくちゃ見てきたんで、海外のスナップとか何がいいって、何着てるかも一見わかんないんですよ。汚ねえ T シャツ着てたりとか、あ、これはここのだなってようやくわかったりするけど、何着てるかもわからない。その人のプロフィールもわからないんだけど、その人がいるそのもう空間、瞬間みたいなのがかっけえんですよ。だから海外のスナップをみんな見るんだと思う。日本のスナップってエンタメじゃないんですけど、商業的というか、なんかこう履き違えてるとかね、これをストリートスナップって言ってるのちょっとおかしくねっていう風に、まあ僕は思う。だからこの日本のスナップの捉え方っていうのが、まあちょっと違うのかな。着てるものを載せる必要って僕1ミリもないと思うし、その人の名前なんかも、まあ名前ぐらいでいいんじゃない？例えばこう、りょうとか、なんかこう、何？わかんないけど、エリカとかなんとかみたいな名前だけでいいと思うんだよね、正直。別にその人が何歳だ、何を着ている、職業何とかもうクソほどどうでもいいのよ、そんなの。ただただその一瞬、その一枚がかっこいいと思うかどうかで勝負してほしいのに、みんな同じような表参道のあの前のところで、なんかこう決めてポーズ取ってみたいなのやってると、まあエンタメだな。だからこうああいう、ある程度なんかこう、顔が綺麗な、まあそこまでいるかどうかもわかんないけど、人とかを撮ってさ、お前これでいいのかファッションみたいな。ファッションを発信するアカウントがこれでいいのかっていうようなレベルをやったりするけど、で、そういう時に限ってめっちゃ顔アップいっぱいあるみたいなさ。まあ日本のちょっとストリートスナップを見るのは、まあかなり難しいんじゃないかなっていうふうに
思う。うん。まあちょっと捉え方が違うというかね。海外とかの方が、なんかその、僕はその空気感みたいなのを持ってきてくれてるのが、すごい好きだな。うわ、マジちげえというか、なんかこう、うわって思わされる。別にその人が着てるものが、なんだとかっていうのは、正直どうでもよくて、なんだこれっていうようなのを持ってきてくれるから、まあ海外のストリートスナップは面白くて、よく喋れなくなってきたけど、面白くて、日本のはつまらないのかなーなんていうふうには思う。まあ、ファッションスナップ .com のストリートスナップはマジで下手くそだなっていう、下手くそというかなんか商業的だなっていうふうには本当に思う。はい。じゃあ以上かな。はい。こんなところで以上にします。バイバイ。